下月陽花です。今回の動画は例によって万年筆でお絵描きをしている様子です。使用している万年筆は無印良品のアルミ丸軸万年筆、インクはパイロットの色しずくシリーズ山栗。無印良品の万年筆にはペリカンのコンバーターを入れて使っています。今回題材にしたのは自転車通学をする女子学生の写真です。海と山が見える道を通学する途中、あまりにも景色が綺麗なのでつい立ち止まって眺めてしまっているというようなシチュエーションでしょうか。こういうノスタルジックな感じは大好物です。まずはざっくりと万年筆でスケッチ。あまりきっちりした線ではなく、ちょっとぶれたような緩い線で描くのが割と好きです。このあたりは好みの問題だと思いますが、緩い線で描いている方がなんとなくごまかしが効くような気がします。自転車と人物を描くというのは結構ハードルが高いですよね。そもそも自転車というのは形が複雑ですし、人物と一緒に描くときは大きさのバランスを取るのが割と厄介です。いつも気をつけているのはタイヤの接地面と人物の足の接地面がきちんと揃って見えるようにというところです。ここが狂うと地面から自転車が浮いて見えたり、人物がこけそうに見えたりとかして、なんだか見ていて落ち着かない絵になってしまいます。逆に言えばここさえ押さえておけば、多少サイズのバランスがおかしくなっても、まあ無理やりデフォルメの範疇だと思える気がします。自転車はシルエット的に描いてしまえば細かくデッサンする必要はないと思います。自転車などメカニカルなものは細かく描き始めるとキリがないので、メカっぽさを強調する趣旨のイラストの場合はともかくとして、できるだけ省略して描きたいところです。省略して描くためにはなるべく自転車のパーツの基本を頭に入れておくのがいいと思います。フレームはこんな形で、ハンドルがあって、チェーンがあって、タイヤの付き方はこうで、というような感じですね。なんとなく省略することの反対を言っているようですが、自転車の構造の成り立ちを理解していることが省略して書くために役立ちます。今回は遠くの風景をインクを薄めて直接塗ることで遠近感が表現できないかと試してみました。人物やガードレールなど近くのものは万年筆で描いた線とハッチングを水筆ペンで塗り伸ばす手法で描きました。対して円形の山や海などは水筆ペンで直接塗って輪郭線がない状態の絵になるように描いています。こうすることで理屈の上では近くの人物にピントが合っていて、遠くの景色は少しぼけているような感じになるはずなのですが、どうでしょうね。空や海を描くときは青色の絵の具を上手に使って爽やかに描きたいところですが、万年筆の単色で描く場合はそうはいきません。その代わりといってはなんですけど、インクを思いっきり水で薄めて塗ってやると、インクに含まれている別の色が顔を覗かせる時があって、これが結構楽しかったりします。今回使っている色しずくシリーズの山栗でしたら、基本的には茶色に紫を混ぜたような色ですが、薄く塗ると黄色や赤っぽい色が出てくることがあるんですよね。まあ出そうと思ってうまく出るものでもないんですけど、コントロールできない感じもなかなか面白かったりします。今回もほんの少しだけ黄色や赤みが空や海の部分に出ているんですけど、動画ではちょっと分かりにくいでしょうか。ちなみに万年筆のインクを
小型の梅皿にスポイトで取り出して使っているんですけど、使い終わっても梅皿を洗わずにインクを乾燥させておいておけば、次は水筆ペンで溶かすだけで使えるので便利です。水彩絵の具をパレットに出して乾燥させて使うのと同じ要領ですね。そしてここからは万年筆で描いたペン画の線を水筆ペンで塗り伸ばしていきます。人物や自転車などの近景は輪郭線が残るようにしています。薄いハッチングのところを塗ってしまってから、徐々に濃いハッチングの部分を塗り伸ばすようにします。最初から濃い部分を塗ってしまうと、筆に濃いインクがついてしまって塗ったところがすべて濃い色になりがちになるので、なるべく薄いところから塗るようにしています。一通り水筆ペンで塗ってから、さらに万年筆で加筆してコントラストをはっきりさせ、立体感を出していきます。そして最後の仕上げに白いインクのボールペンを使います。自転車のハイライトを入れて金属感を強調したり、人物の光が当たっている側の輪郭線にハイライトを入れたりしても効果的です。ここでは円形の山のふもとにある民家っぽい建物の屋根が太陽に反射している感じを白ボールペンで入れてみました。使用したボールペンは立川のピュアホワイトです。さらに最後ポスカの白で空に雲を描いてみました。今回は自転車通学をする女子学生を万年筆と水筆ペンでお絵描きしてみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いできましたら幸いです。